サキト。これでいい？ああ。これが、ダディが。そうだな。うん。よし。わーい、かっこいいね。サキ、ダディ。おお、ファイター。コズモ君。見て見て、すっごい。ダメじゃないか、遊ん。え？もうすぐ英語教室の時間だ。勝手に倉庫からそんなも、そんなおもちゃで遊んでる暇があったら。おい、ファイター。あ、ファイター。それについてが。いや、だって、英語教室をサボった。これがサキトのためなんだ。いくらカズマ君でも、ファイター。変わった。俺なんかの子供に生まれてしまったサキトが死ぬ。人よりも何倍も努力しなかったから。俺もサキトも、妻のやり方に従っているのが一番。あの子はただお前のことを、父親のことをもっと何も教えてくれないからって、あの子は俺に、あの子はお前と分かり合いたい。 でもファイター、頼りなくてすぐうじうじして、へ、なぜならあの頃のお前は昔のお前にできたんだ。今のお前違うか。昔あの頃だって虚勢を張って、誰だから今の俺。もういい、サキトが心配だ。海の見える場所にいる。え、あの子は悲しいことがあると。そうか、カズマ君。何年、2016、2000、やったー。そしてこれが、なんだ。あ、いや、実は私ね、タイム、何を。あ、そっか。そもそもタイムリープっていうのは今の自分の意識で、タイムトラベルの方はタイムマシンとかで時空を、例えばおじさんがタイムマシンで昨日に行くと、その二人が同じ世界でも、タイムリープは今のおじさんの意図です。ああ、つまり私の場合は2011年もタイムリープするなんて。そうか。あ、え、うん、私今結構すごいこと言いましたよ。普通もっとこう、いろいろ聞きたくなりません？わかった。よかった。俺はキリュウ。わかりました。キリュウさん。その、じゃあ、いや、ってことはなら。川結構。そうだな。例えば。俺は。そんなの知りません。あ、ただ。どういう。まあ何か。ああ。せめて。さっきも。つまり今ある証拠は私の言葉だけです。あとは私の目を見て信じてもらうしか。よく見ると。え、やだ、そん、うちのパパなんか今じゃもう全然冴えない。でも本当に桐生さん、年頃の娘ってのは。そうか、まあいい。タイムリープの、それにそいつ別にも私がなんで急だから。なら、へえ。なんだ、気のせい。なんだ。問答無用か。いや、あんた見た。わしは議員。あんたも。地元の、まあ。そうか。ここに海のあんたが。なんだと。
海賊の亡霊か。この町にも喧嘩の種がなくならねえな。なるんだけど、キリュウさん、私の話聞いてくれるの？ああ、うん、やっぱり。でも仮に目を閉じ、初めてその子、父親に、私のその家族、そしてあのその日は、だから家族に、私のそのあれは、それからおかげで。でもどうしたら。なあミク、え、一年、そう、じゃあおな、ミク、おーい、よう、え、そちらの気流です。そうですか。じゃあミク、聞いてた、思い出す、んパパ、あの、あ、え、はね、でも、あ、死な、あ、大丈夫、え、おい、その親父さんから手を離せ。あ、なんじゃおどれは。俺が代わりに相手になってやる。それでもよくない。かかってこい。元ので、その後だろうな。それだから、それま、じゃあ、うん、どう、キリス、もう昔からだ、途中、うん、ねえ、どうだろうな。そっか、もしまたタイムリープできるようになったら、そん時は、わかった。ああ、またあの感覚、海賊の亡霊か。何？墓守りの、あんた、キリュウだ。キリュウさんか。なんであんた、わしは長いことあんたにはわからんじゃろうが、この墓、陽気な、今まではずっと多分ぼよく、あんたじゃったら、いらっしゃい。ありがとうございました。
か。ありがとうございました。痛えじゃねえか、このガキ。ごめんなさい。いきなり人の足に変なおもちゃぶつけてよ、どういうつもりだ。あ、ごめんなさい、思ったように走らなくて。ごめんで済んだら警察はいらねえんだよ。おいガキ、お前ん家に案内しろ。お前の父さん母さんにたっぷり慰謝料を請求しないとな。そんな、ちょっとぶつかっただけなのに。はあ、何か言ったかクソガキ。早く案内しろや、さもないと。やめて。はあ、これはダディが大切にしまってたものだから、お願いです、やめてください。ダディが悲しみ。はあ、何言ってん。あいつカズマ君。え、君たちな、誰だ。俺はポケサーファイターだ。ポケサー。うん、ダディってことはお前こ。いや、俺サキトから目を背けていたばかりに。本当に何よ子供。なんサキト、俺お前にはダディ。だが弱くても負け犬でもヘッポコでも。だからダディ。どうや兄貴。てめえらがか。あ？わざわざ。おいてめえら、こいつら仲良く二人で死なせてやれ。行くぞ。カズマくんがいなく。ファイター。あ、お父さん。ああ、大丈夫。うん、カズポケサーファイターって。僕ポケサーファイ。サキト、サキト、こん。あ、マミ。あなたもなんで昔の格好なんかして。あなたが変なことするからサキトが。違うよマミ。はあ、もうこんなところで油売ってる。もう一体みんな何を考えてるのよマミ。ふざけないで。英語教室に行く以上にためになることがあるって。僕ね。ダメよサキト、あなた幸せになりたくないの。ダディを見てごらんな。50手前までくだらないことやってたから。実家を継ぐ、なし崩し的に実家を継いで、自分に自信が持てず自分の奥さんにすら頭が上がる。あなたもこんな人。僕ダディみたいになりたいかどうか。え、だってダディのことだから。もっとし自分の将来は。サキト、ちょっとあなたからも何か言って。サキト、
お前にここまで言わせてごめんな。お父さん。でも、お前の父親として、美咲、英語教室に電話しておいてくれ。今日、ちょっと。うるさい。確かに俺は、なし崩し的に実家を継いだ。豆腐作りも奥さんであるお前にも頭が痛が、俺はこの子の父親なんだ。子供の思いに応えてやれない父親になるくらいなら死んだ方がマシだぜ。お父さん。頼む美咲。わかったわ。でも家に帰ったら、私ちょっと頭を冷やさなくちゃ。少し焦り、それに今のあんた、うちが好きになった。熱い美咲。お母さんありがとう。サキト、お前のお父さんかっこ、とっても。サキト、今まで、サキト、当たり前だろ。よし、それじゃあマシンを取りに家まで競争だ。レディーゴー。